さ。わざわざ来てくれたんですか？屋上で食べましょう。大丈夫です。っていうか私が好きなんです、屋上。来てくれて助かったって思っちゃいました。朝からずっと足のこと心配されてて、ちょっと困ってたんです。休み時間の旅に集まってきて、痛くないか、病院に連れて行こうかってずっと大丈夫って言ってるのに。心配してくれるのは嬉しいんですけど、私ってそんなに頼りなく見えるのかな。
そうですけど。そんなことより、お弁当食べましょうよ。この原さんっていつもお弁当そういうのなんですか？自分しか食べないからあんまり自信なかったんですけど。ありがとうございます。はい、そうなんですけど。はい、私お肉苦手なんです。見ているだけでお腹いっぱいになっちゃうし、チーズとかも。こんなに好き嫌いあるのってちょっと子供っぽいですよね。なんだか恥ずかしい。よく知ってるんですね。すごい。なんかすごく面白い。
金原さんって。だってそんな風に言われたの初めてです。なんか普通の人と説得する方法が違うっていうか。ごめんなさい。お弁当を？この原さんが？本当ですか？楽しみにしてますね、この原さんのお弁当。おい、歩くならもっとシャキッと歩け。挨拶。Thank you.
っと待て。暇なようだな。暇なんだろ。いや、何か目的があって忙しい者があんなにダラダラした歩き方をするはずがない。君は今暇なはずだ。暇ならちょうどいい。頼みたいことがあるから来てくれないか。どうした？あら、この春くん、ようこそ。エリカ、まだ何にも手をつけてないのか？物事には順序というものがあるでしょ？段取りというものもあるだろう。一番上の書類だけでも目を通しておけばいいもの。仕事を置いて逃走したのはあなたでしょ。その割にお早いお戻りでしたけど。逃走とは心外だな。他に用があったんだから仕方がないだろう。ああ、とりあえずエリカにお茶を入れてやってくれないか。
暇なんだろ。決済の期限が迫っている案件がこんなに溜まっているのに、エリカがお茶を飲んでからじゃないと嫌だとダダをこねるんだ。アラン、別にお仕事をしたくないって言ってるわけじゃないのよ。お茶をいただいて一心地ついてからの方が能率が上がると言ってるの。そうは言われても、私は書類の分類作業で手一杯なんだ。ティーパックのお茶ならともかく、悠長に玉露など入れてる暇はない。ついでに私にもコーヒーを頼む。ブラックでな。ご苦労。次はこの文書の入力を頼む。理事長宛てだから慎重にな。それが終わったらもう一度お茶入れてくださらない？作ってきてくれたんですか？誰かにお弁当を作ってきてもらうなんて、私初めてです。はい。
ですね。でも私、どうしたんですか、その傷。すごく食べやすくって、他のも食べてみていいですか。じゃあ私のお弁当も食べてください。すごく美味しいです。全部美味しいですよ。なんでだろう、苦手なものばっかりなのに。そうですね、この原さんが一生懸命作ってくれたから美味しいんだ。重くなっちゃって。
また一緒にお昼食べてくれるんですか？嫌だなんて、なんかすごく嬉しいです。はい、一緒にお昼食べる約束するってワクワクしちゃいます。今までは教室でいつものみんなと食べるとか、時々一人になりたい時があるから、その時はここに来て食べてます。そうなんです。だからなんていうか、こうやって誰かと二人で食べるってことほとんどなくて、それにお弁当交換したりなんて初めてなんです。だからすごく嬉しいです。でももしこの原さんが私に気を使ってるんだったら、この原さん、いつも一緒にご飯食べてる人いるんじゃないですか？そっか。これからお昼がすごく楽しみになりそうです。楽しみにしてますね。私も頑張りますから。そんなことないですよ。もっと研究しなきゃこの原さんに追い抜かれちゃいそう。そうですか。でも、あんまり作ったことないのにこんなに美味しいなんて、才能ありますよ、この原さん。案外、単純なんですね。嘘嘘、からかってなんかいませんよ。やっぱり後輩は先輩を持ち上げなくっちゃ。そうですよ。私、実はすっごく性格が悪いんです。さあ、どうでしょう。
やだ、この原さんったら。極悪人だなんて全然似合わないですよ、そんな平和そうな顔して。